十輪寺は、兵庫県高砂市にある浄土州西山前輪寺派の、寺院。三号は、宝病山。本尊は、阿弥陀如来。法年商人二十五礼石第三番。五栄家生まれてはまず思い出ん故郷にちぎりしともの深き、誠を。伝承によれば、八百十五年空海が唐から、帰国した後に、地蔵十輪行に基づき、 直を報じて、鎮黙国家の祈祷所として、地蔵山十輪寺と合して作られた、神言宗の寺院であった。しかし1207年法年が、地元の民に教えを広めたことから、法年の弟子の親石坊が、法年を最高の祖として、浄土宗の寺院になった。その後、法年が持参した、掛け軸、法病の御影が寄贈され、以来、法病山と三号を改めたが、 正確な辞典については、諸説ある。応仁の乱から、戦国時代にかけては、十林寺も、大きな被害を受けたと考えられる。江戸時代初期には、京都書次第を務めた、板倉勝重の記憶へ、治療を寄進されている。17世紀後半には、周波間の争いなどがあり、再び荒廃したが、その後、第24世立空越道により、整備が、行われたと伝えられている。 墓地には、漁師の八田樹部大夫夫婦の墓石が残る。十林寺のガランは、兵庫県指定文化財である本堂を中心に、三影堂、大方竹、栗から構成される。剣本着色五仏尊造朝鮮時代上記に加え、毎月第一土曜日に、十林寺の集いがある。財団法人文化財建造物保存技術協会、十林寺。 本堂保存工事報告書宗教法人従臨時19941から2ページ高砂市主編纂専門委員会高砂市市第2巻通史編高砂市2016年582から583高砂市主編纂専門委員会高砂市市第7巻別編文化財民族高砂市2016年 334から368ページ。松岡秀隆、高楽松江門略助交友プランニングセンター、友月、書防、2009年、102ページ。NPO 友町づくり工房、高楽松江門の謎解き、NPO 友町づくり工房、2009年、2ページ。谷口厚生、周祖法年承認800回延期記念。 万州高砂郷十輪寺法廟山十輪寺五十七世、明空三馬山、2006年、29ページ。国指定文化財データベース、中島博士、周祖法年承認800回延期記念。万州高砂郷十輪寺法廟山十輪寺五十七世、明空三馬山、2006年、27ページ。田淵俊市周祖法年承認800回延期記念。 万州高砂郷十輪寺法廟山十輪寺五十七世、明空三馬山、2006年、12ページ。谷口厚生、周祖法年承認800回延期記念。万州高砂郷十輪寺法廟山十輪寺五十七世、明空三馬山、2006年、37ページ。田淵俊樹、周祖法年承認800回延期記念。 万州高砂郷十輪寺法廟山十輪寺五十七世、明空三馬山、2006年、16ページ。田淵都市機、周祖法年承認800回延期記念。万州高砂郷十輪寺法廟山十輪寺五十七世、明空三馬山、2006年、20ページ。田淵都市機、周祖法年承認800回延期記念。 番州高砂号十輪寺法病山十輪寺五十七世、明空三馬山、2006年、20ページ。兵庫県高砂号十輪寺。兵庫県高砂号十輪寺。ありがとうございます。